どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのは、こちら。はい、あれが、届きました。はい。なんかちょっとね、引っ張ってる感じしますけども、早速、ちょっと開けてみようかなと思います。これごと言ったらいいかな。はい。はい。あ、見えない。はい。逆さまになってる。こう出しますか。まずは、お、はい、こちら30 minutes missions ポルタノバ特殊部隊所属機。はい、そして、はい、こちら、はい、こちらも、アルト、これ X777 でいいのかな、X777 部隊所属機。はい、こちらを買ってまいりましたというか届きました。いやー、プレバン限定のね、商品なので、まあそんな感じのボックスもね、まあカラフルじゃない感じのやつですけれども、いやー、待っててましたよこれ、言葉が変になってますね。箱の側面はこんな感じ、こんな感じ、ね、プレバンって感じのね、ここですね。はい、オプションパーツの紹介なんかもあります、ね、ポルタノバ、アルト、ね、両方ともオプションパーツプラス、新規パーツ、ね、あとデカールなんかがねついてるっていうやつですけども、はい、はい、どっちもかっこいいな。でちょっと箱の中見ていきましょうか。まずはポルタノバから。オープン。おお、やっぱりいつも開けるポルタノバとは違ってパーツが多いですね。はい、デカールがこんな風についてます。これはそうですね、バックパックとか武器のパーツに、オプションパーツか。はいはい、こちらもそうですね。まあなんか見慣れたパーツもいろいろ入ってますけれども、オプションアーマーだったり、オプションパーだったり。あと、この紫は新規のパーツですね。はい。こちらもそうですね。なんか30 minutes missions の箱開けてこんなにいっぱいランナー出てくるってなんか新鮮。はい。これが東部装甲かな。うん。新規パーツが入っております。新仕様のパーツだったり、オプションパーツだったり、オプションウェポンだったり、いろいろ入ってますね。あ、この袋の中に入ってるのは、いつものポルタノバのパーツですね。はい。うん。ロイロイもありますからね。はい。説明書は、こんな感じ。あ、説明書カラーだ。プレ版って、これもモノクロのね、ガンプラとかありますけども。あ、ちゃんと、説明書はカラーですよっていうのは、サーティミッションズだからなんでしょうか。はい、カスタマイザーなんかもありますね。やっぱりこういろいろ加わってますんで、はい、工程も多い。うん、いや組んでてるのが楽しみです。はい、デカールの貼り方なんかもね見てますね。ではでは、次はアルトの方も見ていきましょうか。はい、続いてアルト X777、37、ね、部隊所属機、開けてみましょう。はい、もちろんですけどもね、はい、パーツは普段のアルトは倍以上あるよね。多いですね。はい、でカードがこんな感じ入っております。オプションウェポンとかね、オプションアーマーとか、さらに、新規のハマーなんかも入ってますね。あ、これはオプションパーツ。
プションパーセット1のやつですかね、うん、色違い、これ紫のねアーマーです。クッションアーマーも入ってるなこれ、うん、このシールドなんかそうですね、指揮換器用のシールドと同じかな。この肩パーツとかこの頭部走行らしき、これ新規パーツのランナーですね。一応やっぱり指揮官機用アーマーのパーツ入ってますね。これもまあ色違いのものとしてね、これはこれで使えそうです。どっちも使うのかな、そんなことないよね。でこれがまあいつものアルトのランナーですけども、ちょっとね見慣れないカラーです。はい、これはまあよく見るアルトのランナー。そして説明書、うん、ちょっと今ちょっと見た感じ、一瞬ちょっとこれ黄色すぎるかなと思ったんだけど、やっぱりなんか写真ではもうちょっとオレンジっぽい黄色なのかな、うんうん、こんな感じですねまあ同じようにデカールの貼り方なんかが載っていたりとかして、ね、組み立て工程なんかもカラーの方からやるんだろうね。ここからこうなって、違うな、モノクロの方からかそうだね、ここからスタートしてって感じですね。うん、やっぱ頭部はですね専用のものを使う、だから指揮官機用アーマーの頭部なんかは余る感じかな。マイザーなんかも持っております。いやまあ今までね出て、あの普通に売っていたパーツのね色違いも多いんでね、これに近いカスタマイザーしてた方もいるでしょうけれども、はい、肩と頭部のね新規パーツ、これによってまたこう今までのアルトとは全然違った感じのね機体になってますね。楽しみだな、作るの。どっちから作りましょうかね。はい、そんなわけで、ざっくりとね、本当に軽い開封動画になってると思いますけれども、いやずっと待ってたんでね、はい、手元に届いたっていう、本当に今開封しながら一個一個ね見て息を飲んで紹介しているんですけども、どっちもいいですね、どっちもいいですね。はい、まあ、こういうのってついついね、もったいなくて貴重なキットだからね、なんかもったいないなって思ってこう置いておくと、もうずっと作らない積み蔵にしてしまいがちなんですよ私、なのでそうならないようにですね、できるだけ早く組み立てて、その完成したものとかもね、このチャンネルで紹介できたらなと思っております。はい、まあちょっと冒頭ね、ボックスアートに関してあんまり触れなかったんですけども早く中見たくてあんま触れなかったんですけども、はい、この絵とかもね結構かっこいいで、このまあ特殊部隊にしても、この X777 の部隊にしても、この機体がたくさんいる部隊なんじゃなくて、これはねこれ一機で仲間のね両機なんかはこう普通のアルトとかポルタノバなんですね。うん、なので、大量買いしなくてもその X777 部隊、まあどんなのか分かりませんけどねなんかも作ったりとかね、特殊部隊なんかも作ったりとかできるんだなっていうふうに思って、はい、せっかくそういうその特別な部隊の機体なので、ね、まあ両機2機の、ね、1個正体なのかな、そんな感じですよねこの絵だとね、そういう風にして飾ってみるのもありかなって思ってます。その時にはその成型色の機体がなかったりすると思うので、機体の両機なんかは塗装とかなってくるんでしょうかね。まあいろいろとどういう風に作ろうか、どうやって飾ろうかね、楽しく考えておりますが、はい、まあ、さっさとね開けて組み立てないことにはね話が始まりませんので、はい、ではでは、また完成したら、まあどちらかずつになると思いますけどもね、ご紹介したいと思いますんで、そちらを楽しみにということで、はい、今回は、ポルタノバ特殊部隊所属機、そしてアルト X777 部隊所属機をまあざっくりと開封動画で、紹介しました。ではまた会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。
じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。